やった、初めて一人でリオレウス希少種を倒したわ。すごいじゃないか霊夢。これで私も上級者ハンターの仲間入りかしら。長かったわ。青柱に好き放題されていた霊夢がリオレウス希少種を。感慨深いぜ。そういえば、リオレウス希少種って文字通り希少なのよね。ああ、妻のリオレイや希少種もだが、個体数はかなり少ないとされているな。モンハン世界の人間はそこまで強者じゃないし、観測できていない場所もあるだろうから、観測上では希少、という話になるんだけどな。マリサは過去作もやってるし、他の希少なモンスターもいろいろ知ってるんじゃない？他にどんなモンスターが希少なのか、気になってきたわ。そうだな、じゃあ今回は、世界観的に希少なモンスターたちを紹介していこうか。今回紹介するモンスターのうち、何種類と出会えたか、討伐できたか数えてみてくれ。意外と、私もすごいハンターだったりするのかも。最初に紹介するのは、希少種の中でもロマンの塊と名高い、冥界竜ラギアクルスだぜ。トライとトライジーの水中戦で戦った、ラギアクルスの希少種よね。登場作品が少ないラギアクルスだが、希少種はトライジーのみの登場なんだ。通常種は水中だけでなく陸上でも戦うし、アシュは陸上専門だったんだが、希少種は水中戦オンリーという、通常種以上にコンセプト通りな個体なんだぜ。ずっと水中にいるから希少なの？観測上の話としては、それもあるだろうな。希少種は数十年に一度、海底遺跡の奥に出現すると言われているが、ほぼ伝説の存在なんだ。さらに通常種や亜種よりも圧倒的に大きく、海遊種の中でも最大級だぜ。出会うためにはハンターランク70以上が必要になるという、実質的な裏ボスの一体でもある。長生きしてるから大きくなったのかしらね。設定上の説としては、そうなっているな。通常種や亜種のラギアクルスが長い年月を生きることで成長し、生活の場を深海に移したというのがラギアクルス希少種の通説となっている。成長しすぎて、陸上だと体が重いんだろうな。陸上に引き上げて戦いたいところだけど、それはできないのよね。ガノトトスじゃあるまいし、そんなことはできないぜ。だから向こうの土俵で戦うわけだが、ラギアクルス希少種は超強力なんだ。雷は通常種のそれより黒っぽく、破壊力も範囲も上がっていて、さらに電力は無尽蔵だぜ。魚体を利用して渦巻きを発生させてハンターにぶつけてくることもある。水中での戦い方に特化してる感じね。渦巻きを出してくる上に電力も尽きないなんて、全く隙がないじゃない。だから強力なんだ。その希少性、裏ボス的なポジション、中二心をくすぐる黒と青の電撃など、ラギアクルス希少種は、希少種の中でも伝説級の存在で人気なんだぜ。希少種の中で唯一、激流層で対抗するというのも特別感がある。でも、そんな存在と水中で戦ったら、まず勝てる気がしないわ。成功法で倒せたら、間違いなく上級者だし世界観的にも伝説のハンターだぜ。ゲーム的な話をすると、ラギアクルス希少種はデカすぎて入れない場所があって、そこに陣取って攻撃すると簡単に倒せてしまうんだが、そこを話すのは野暮だな。その攻略法、後で聞かせてちょうだい。次に紹介するのは、少ない登場回数にもかかわらずトラウマを植え付けた、ティガレックス希少種こと、大豪遊ティガレックスだぜ。出たわね、真っ赤なティガレックス。見ているだけでも威圧感がすごいわ。ティガレックス希少種は通常種や亜種よりも体が大きく、見た目だけでも強烈なんだ。メインシリーズでは4シリーズのみの登場だが、戦った人は絶対に忘れられないぜ。希少で助かったわ。こんなモンスターがその辺にいたら美強感だし。確かに、ティガレックス希少種は出現場所も限定的だ。どこに登場するのかしら？モンハンの決戦場でおなじみの塔だぜ。塔のある場所は本論という、主な作品の舞台とは別の大陸で、謎の大位置なんだ。もしかしたら、本論には、ティガレックス希少種がうようよしてるかもな。グルメ界じゃあるまいし、そんな地獄があるのかしら。それはわからないが、私たちが見られるのは、モンハン世界のほんの一部ということだな。ちなみに塔は希少種と戦うことも多い場所で、その中にはナルガクルが希少種も含まれるぜ。謎は多いが、ロマンのある場所だよな。で、ティガレックス希少種はラギアクルスみたいな。希少種ならではの能力があったりしたの？もちろん、でかくて色が違うだけじゃないぜ。ティガレックス希少種は、ご覧の通り赤色の鱗を持っているんだが、戦闘中はこの鱗から赤黒い粉を撒き散らすんだ。この粉は古い角質で、火をつけると爆発するぜ。爆装と呼ばれる金属の性質を持った爪で、この粉塵を起爆して攻撃してくるんだ。まさかの爆発持ちのティガレックスなのね。さらに、怒り状態から爆豪状態という凄まじい状態に移行するんだ。この状態だと、その巨体からは信じられないスピードで暴れ回るぜ。初見の人は、まず近寄れないだろうな。100メートル離れてても怖いわ、そんなの。だが、そんなティガレックス希少種と戦うのは塔の頂だから逃げ場がないんだ。トラウマとして名高いのは、そういう理由からなんだぜ。なるほどね。
でも、こんな巨体で通常種よりも速いとか、どういう仕組みしてるのかしら？ティガレックス希少種が持つ特殊な心臓が影響しているようだな。心臓？ティガレックス希少種はとんでもない速度で脈動する心臓、通称爆心を持っていて、あの巨体でも十分に血を巡らせることができるんだ。だから真っ赤なのかしら？あらかぎ爪の例を見るとそうでもなさそうだが、少なくとも、爆豪状態になると赤くなるのは、筋肉が膨張しているからだそうだ。何にしても、とんでもない興奮状態ってことよね。なんでこんな個体が生まれるのかしら？本論の環境が大きいようだ。塔やその近くのバチュバトム樹海は古代の生態が色濃く残っていて、酸素の濃度も他の大陸よりも高いんだ。ティガレックス希少種は、その環境によって巨大化したという話があるぜ。ということは、昔のティガレックスはもっと大きかったの？設定的には、そういうことになるな。その時代の人たちは、さぞ大変だっただろうぜ。当時の人類はよく生き延びたわね。次に紹介するのは、またも4シリーズのみに登場した幻の中の幻、キリン亜種だぜ。キリンって幻獣だったのに、さらにその亜種がいるのね。これはまさしく幻だわ。通常種は雷が似合う白っぽい色なんだが、亜種の色は漆黒となっているぜ。さらに、扱う属性が雷ではなく氷で、黒い体と霊気の組み合わせが神秘的なんだ。これは確かに、通常種とは違った雰囲気の幻獣感があるわ。そういえば、ラージャンが電気を扱うためにキリンの角を食べるらしいけど、もしキリン亜種の角を食べたらどうなるのかしら。氷を扱うラージャンが生まれると言いたいが、体内の器官的にどうもならないんじゃないか？そもそも、亜種の角は口に合わない可能性もあるぜ。犠牲になってないことを祈るしかないわね。さて、そんなキリン亜種との戦闘だが、持ち前の霊気を存分に使ってくるぜ。地面から氷を突き出させてきたり、ハンターに向けて氷柱を放ってきたりするんだ。攻撃によっては消えるまでの長い時間、当たり判定が残るから大変だぜ。突進も多用してくるから、氷属性やられや雪だるま状態になるとピンチになる。キリン自体が素早いし、こっちの動きを封じられるのはきついわね。通常種も大変そうだけど、亜種もさらに大変だわ。さらに、絶対零度空間というロマンあふれる大技を使用してくるんだ。希少なモンスターならではの、中に心をくすぐる部分もしっかり持ってるんだぜ。絶対零度。これはいいネーミングだわ。ちなみに、ゲーム的にもキリン亜種は希少性を強調されているぜ。ラスボスのダラーマジュラを倒すと、キリン亜種のギルクエが登場するようになるんだが、このギルクエ以外では、イベクエでしか会うことのできないモンスターとなっている。ゲーム的にも、極力希少にしようとしている感じがするわね。周回できるから、プレイすると希少さを忘れるんだけどな。特に、正月のイベクエでは、おなじみの第三王女から、乗ってみたいという理不尽な理由でハンターをけしかけられ、討伐されていたぜ。キリンはどこまで行ってもキリンなのかしら。というか、キリンに乗るとかきつくない？通常種なら雷で痺れるし、亜種なら凍りつきそうな気がするんだけど。そもそも固有だから、捕獲もできないという謎のクエストだぜ。ちなみに後の外伝作品、モンハンストーリーズ2では、第三王女のネタ要素が現実となり、キリン亜種に乗るという夢の状況が7年越しに実現している。本当に乗ってしまったのね。次は、超度級の大型モンスターとしてハンターを驚愕させた、蛇王竜ダラーマジュラ。そのさらに希少な亜種、蛇帝竜ダラーマジュラだぜ。全長 4.4km を誇る超巨大固有で、通常種も希少なんだが、亜種はさらに希少な存在となっている。ダラーマジュラって通常種でもとんでもない存在だったけど、さらに亜種までいるの？ダラーマジュラがそんなにいるなんて。亜種がいるということは、それだけ数がいる。と言われかけたが事実は違ったぜ。あら、どういうこと？ダラーマジュラの通常種は脱皮する前の個体で、亜種は脱皮後なんだ。だから、亜種という区別はされているが、他のモンスターの亜種と違って、珍しい状態の通常種、ということになるな。登場ムービーでも、その姿が描写されているぜ。まあ、ダラーマジュラの個体数に関しては不明だが、そんなに多くはないだろう。たくさんいたら、とんでもないことになるもんね。にしても、脱皮後って弱そうな感じがするわ。ザリガニとかだって、脱皮後は柔らかいじゃない？ダラーマジュラとザリガニを比較するやつ、初めて見たな。ダラーマジュラ亜種はそんなに簡単に倒せる存在ではないぜ。でも、通常種と同じなら同じくらいの強さなんじゃないの？普通に強化されているし、違う点もしっかりあるぜ。脱皮後で代謝がすごいのか、一部の攻撃後に地面が赤熱するんだ。この場所にいると体力を奪われていくから、実質的な行動制限がかかってしまう。ちなみに登場ムービーでは、ハンターを丸飲みにしようとするアグレッシブさも披露する。地面の赤熱もそうだが、脱皮してかなり興奮しているのかもな。それは怖いわ。脱皮してスッキリしたから、普通よりも元気ってことね。亜種が出てくるほどダラーマジュラが繁殖してる、とかじゃなくてよかったわ。正式な数は不明だが、こんなのがたくさんいたら世界がやばいからな。ダラーマジュラ亜種は希少であると同時に、
こんな存在がありふれていてたまるか、という意味合いでも紹介させてもらった。たくさんいたら、人どころか他の生物も住めない環境になりそうだもんね。まさに天変地異だわ。次に紹介するのは、最近復活を果たした天界竜シャガルマガラだぜ。シャガルマガラって、ゴアマガラの生態よね？ああ、そうだぜ。細かい話だがゴアマガラは分類不明、シャガルマガラは固有に分類されているな。シャガルマガラって、そんなに希少な存在なのかしら？混沌にうめくゴアマガラの方が希少っぽくない？そこに関しては考えがあるから、後で話すぜ。さて、固有は超常現象や自然現象そのものと言われるほどの能力を持っているが、シャガルマガラの能力は、鱗粉に含まれる恐竜ウイルスだ。恐竜症になっちゃうのよね。このウイルスは人にもモンスターにも感染するんだが、特に感染したモンスターは恐竜化し、めちゃくちゃ凶暴になるぜ。ハンターも克服できないと不利になっちゃうのよね。そうなんだが、恐ろしいのはここからなんだ。感染したモンスターは凶暴化する分、早死にするんだが、ウイルスに含まれる生殖細胞が死体の栄養を吸収するんだぜ。そして、新しいゴアマガラが誕生するわけだ。生殖方法がエグすぎるわ。そして、幼体のゴアマガラが成長してシャガルマガラになる、という繰り返しだな。でも、それだとゴアマガラが大量発生するわね。さっきの霊夢の言った、混沌にうめくゴアマガラの話にも繋がるんだが、シャガルマガラがばらまく恐竜ウイルスには、もう一つの能力があるんだ。どんな能力？幼体のゴアマガラの脱皮を阻害する能力だぜ。これによって幼体の間引きを行い、限られた個体だけがシャガルマガラになるんだ。混沌にうめくゴアマガラは、その残酷すぎる生態の犠牲者なんだぜ。同種に対しても、そんなエグいことしてたのね。でも、シャガルマガラと混沌にうめくゴアマガラ、どっちが希少かわからなくなってきたわ。そうなんだよな。シャガルマガラは過酷な間引きを生き延びた。ゴアマガラだけが慣れる存在だから希少だし、混沌にうめくゴアマガラの出現も、頻度がわからないから希少な可能性が十分にある。シャガルマガラは頂点として希少だし、混沌にうめくゴアマガラは変貌の形として希少っぽいもんね。だから今回は、間違いなく頂点である。シャガルマガラを希少なモンスターに選んだぜ。混沌にうめくゴアマガラが発生する条件がどれくらいシビアなのかはわからないからな。希少さに関しては分かったけど、はた迷惑な生物よね。他の種にとってはただのバイオハザードだからな。復活したのは嬉しいが、このエグい設定のモンスターにまた会えるとは思わなかったぜ。恐竜症の克服を意識しすぎて被弾率上がるし、未だに苦手なのよね。次に紹介するのは、ライズとサンブレイクでむしろ特殊個体を見慣れてしまった、天水竜バルファルクだぜ。隆起エネルギーを利用してマッハを超える速度で飛行する固有で、そのスピードを活用した大技の彗星は、特殊個体も共通だな。そういえば、駆使規格用のバルファルクって特殊個体だったのよね。ライズやサンブレイクから始めた人は、特殊個体としか面識がないだろうな。そういう意味では、かなり珍しいパターンのモンスターと言えるだろう。でも、特殊個体は変異した珍しい個体なのよね。だったら、駆使規格用のバルファルクの方が希少なんじゃないの？確かにな。だが、伝承の通りなら通常個体は数千年に一度の周期でしか出現しないんだ。数千年？じゃあ、駆使規格用のバルファルクは数億年に一度だったりしない？そうかもしれないが、別の考え方もできるんだぜ。別の？駆使規格用のバルファルクは、簡単に言うと暴走状態なんだ。だから、飛んでるだけでエネルギーが落ちてきて代謝跡が大変なことになったのよね。その通りだ。通常個体が数千年に一度の周期で出現するのはさっきも話した通りだが、駆使規格用のバルファルクがその周期を守らない例外的な存在だとしたら、むしろ観測される頻度が多いのは特殊個体、という可能性も出てこないか？むむ、そう言われると確かに、バルファルク全体の中では特殊個体の方が希少なのかもしれないけど、暴走してて周期を守らないから、特殊個体の方が人目につきやすいって可能性はあるわね。それでも、しょっちゅう来るわけじゃないだろうけどな。だが、周期を比較的守る通常の個体よりも、特殊個体の方が、人に観測されるかどうかという希少性の面では下の可能性も出てくる、という話だぜ。なるほど。だから今回は、伝承ではあるが数千年に一度という希少性がはっきりしている、通常個体の方を希少なモンスターとして紹介したぜ。固有という存在そのものが、ハンターが障害で、出会えるかわからないくらいの存在だし、通常個体だろうが特殊個体だろうが、世界観的には超希少なんだけどな。そう考えると、歴代主人公のハンターたちってすごく幸運なのよね。考え方によっては超度級の不幸だけど。さて、固有の紹介が続きすぎたから、次は固有以外の希少なモンスターにしようか。ということで、次は臨海ブラキこと、タケリハゼルブラキディオスを紹介するぜ。最有ブラキディオスの特殊個体だな。看板モンスターの特殊個体なんて、なんだか豪華よね。
でも、ブラキディオスの特殊個体って希少なのかしら？特殊個体だけでなく、通常個体のブラキディオスも意外と希少な存在なんだぜ。なぜかというと、ブラキディオスは、甲殻が発達していない時期から粘菌と生活するからだ。粘菌の爆発にやられてしまう幼体も多いから、成体になれる数も少ないようだぜ。ものすごくバイオレンスでハードモードな生活してるのね。ブラキディオスに生まれなくてよかったわ。だとすると、私たちが戦ったブラキディオスは、粘菌の爆発に耐えた個体なのね。そういうことだな。ブラキディオスという種の全体的な数はわからないが、発見から日が浅いことを考えると、通常個体も希少な可能性が高いんだ。そして、タケリハゼルブラキディオスはその中でも希少な個体というわけだぜ。タケリハゼルブラキディオスは、どこが通常個体と違うの？通常個体以上の大きな体と、活性化した粘菌が特徴だ。特殊な環境で生活したことが理由という説もあるが、詳細は不明だぜ。ということは、通常個体よりも丈夫で粘菌もすごいと。そういうことだぜ。初めて登場したきっかけが古文書の解析だったことを踏まえても、タケリハゼルブラキディオスが、輪をかけて希少なモンスターであることは間違いない。しかし、シンプルな理由で特殊個体になるあたり、やっぱブラキディオスはかっこいいよな。暴走とかじゃなく、シンプルに強いってことだもんね。過酷な生存競争の中で生き残らないといけないブラキディオスの、さらに強い個体だから、タケリハゼルブラキディオスは希少ってことね。私の推論も多いけどな。通常個体すら最近になって発見されたことと、生体になるまでの過酷さも含めての選定だぜ。そういう理由があるなら納得だわ。ちなみに、アイスボーンでタケリハゼルブラキディオスが復活したんだが、追い詰められると溶岩地帯の奥地にハンターを誘導し、お互いの退路を断って溶岩デスマッチを始めてしまうという、鳥肌が立つレベルの男気を見せてくれたのが印象深かったな。言葉は通じないけど、男気はビンビン伝わるわね。次に紹介するのは、特殊な位置づけに有一角竜モノブロスの亜種、白一角竜モノブロスだぜ。モノブロスって、ディアブロスの一本角バージョンよね。バージョンというより、禁煙種と言った方が正しいな。そのモノブロスに亜種がいるなんて知らなかったわ。でも、モノブロスって固有でも特殊個体でもないし、そんなに希少な感じがしないわね。モノブロスは意外と希少だし、特別なモンスターでもあるんだぜ。特別？その理由は、ココットの英雄とモノブロスの死闘の逸話だな。後にココット村の村長となる友人族の青年が、人里に出没したモノブロスと、一週間にも及ぶ戦いを繰り広げ、見事討伐を果たしたという伝説だぜ。あら、モノブロスが登場するそんな話があったのね。これはモンスターを討伐するという考えがなかった時代の伝説で、ハンターという職業は、この伝説がきっかけで誕生したとまで言われているんだ。モノブロスは、そういう歴史と伝統あるモンスターなんだぜ。現在も、モノブロスを一人で討伐することが英雄の条件とされているしな。縁起物って感じね。伝承では人里を襲っているから縁起は良くないぞ。モノブロスはどちらかというと、ダレン・モーランのようなハンターの腕試し相手だぜ。さて、希少性の話に戻るが、モノブロスは通常個体ですら目撃例が少ないんだ。モノブロス亜種はその中でも極めて希少な存在で、情報がほぼないんだぜ。でも、白銀だなんて、どういう変化をしたのかしらね。ダラーマジュラみたいに脱皮したとか？これは単純な推測だが、アルビノなんじゃないかと思っているぜ。現実の生き物にもある、真っ白な個体のことよね。ああ、少ないモノブロスの中で、さらに希少なアルビノ個体が亜種なんだと私は考えている。だが、最近はめっきり登場していないから、これ以上は言及のしようがないんだよな。私も戦ってみたいし、ぜひどこかで復活してほしいわね。さて、次に紹介するのはレア中のレア、通称ミララースとして知られている。こういうミラボレアスの特殊個体だぜ。聞くたびにこんがらがるんだけど、どういう存在なの？シュレイドを滅ぼした近畿のモンスターが黒竜ミラボレアスで、そいつが傷を負わされて怒り狂ったのが黒竜ミラボレアス、通称ミラバルカンで、黒竜ミラボレアスよりも怒り狂った特殊個体が通称ミララースだ。激おこぷんぷん丸がミラバルカンで、激おこスティックファイナリアリキぷんぷんドリームがミララース？その言葉は死語だが、認識はそれでいいと思うぜ。そう考えると、ミララースが超希少なのがわかるだろ？それは分かったけど、発生の仕方を聞くとご機嫌次第って感じがするわね。そこが謎なところだな。ミラバルカンとミララースどちらになるかの分かれ目は、怒りの大きさだと思うんだが、ストレスと言い換えると、抱くのは F というより共感なんだよな。現代はストレス社会だもんね。って、世知辛い話はやめて、ミララースのすごいところを聞かせてよ。そうだな。まずは見た目だが、ミラバルカンがほんのり赤熱程度なのに対して、ミララースは一目で分かるくらいに赤熱しているぜ。こうして並べると全然違うわね。ミララースはもはや光ってるわ。さらに戦闘能力に関しては、ミララースの方が完全に上だぜ。ミラバルカンの使用する攻撃は全て使ってくるし、破壊力も桁違いだ。
本体の動きとは関係なく地面から吹き出す炎にも当たり判定がある。一撃死闘気攻めによる死のリスクが同時に襲ってくるんだ。赤犬の男が大興奮するだけあるぜ。普通の人間なら、近づくだけでこんがり肉になりそうだわ。さらに足に触れただけでダメージがあり、火属性やられも受けてしまう。ハンターでさえ、油断したらこんがり肉だし、舐めてかかったら焦げ肉だ。古文書によれば、ミララースの登場は世界の終焉を意味しているそうだが、その伝承も頷けるほどの存在だぜ。出現が世界の終わりを意味するなら、気象という言葉すら生ぬるいわね。4G のみの登場だからお目にかかれた人はそれだけで幸運だし、勝てた人は本当にすごいと思うぜ。幸運かどうかは置いといて、勝てたら確かにすごいわね。負けたら世界が終わるわけだけどな。やっぱり不幸では。今回の希少なモンスター紹介は以上だぜ。モンスターによっていろんな設定があって、人の観測上では通常個体の方が希少かもしれないモンスターもいるなんて、モンハン世界は本当に面白いわね。そろそろ20周年なのに、未だに考察の余地や謎が残っているのもすごいことだぜ。今後、これらのモンスターが復活した時は、ぜひ希少性についても知りたいよな。そうね、公式が補強してくれるのが待ち遠しいわ。希少なモンスターと会ったことがある、紹介されたモンスターが好きな人は高評価を。考察動画も投稿してるから、チャンネル登録して過去動画も見てみてね。何人出会えたか、討伐できたかをコメントしてくれると嬉しいぜ。すべてを紹介したわけじゃないから、こいつも希少だよねという補足も歓迎だ。ご視聴、ありがとうございました。人に歴史ありとは言うが、人が集まるモンハンは歴史の宝庫だぜ。だが、その歴史の中には、語り継がれるほどのネタやミームが含まれているんだ。かつて掲示板で話題になり、伝説となったコクペ、フロンティアからオンラインゲームにも派生した社交辞令、そして伝説の配信を行った着ぐるみハンター。そんなネタの数々を、まとめて解説していくぜ。次回、コクペ&ネタになった伝説のモンハンミーム6000。ゆっくり見ていってね。